伊黄鳥島。伊黄鳥島は、沖縄県における、最北端の島で、県内唯一の活火山島である。14世紀後半から、明王朝へ進行する硫黄の産地として知られ、琉球王国が滅亡する19世紀中頃まで、琉球と明、新朝の朝江関係をつなぐ重要な島であった。1903年、明治36年の久米島十五後も、伊黄採掘が行われたが、 1959年、昭和34年の噴火により住民は島外へ移住。1967年、昭和42年にも採掘従事者も撤退し、それ以降は完全な無人島となった。徳之島の西約6 5トル、久米島の北東、約2 0 0トルの東、品海に位置する。沖縄諸島の最北端であるが、地理的には、奄美群島に近い。 面積は 2.50km、周囲 7.3km、標高 212m の火山島である。かつては単に鳥島と言われ、当該へ移住した人々からは、元鳥島と呼ばれる。また他に、琉球鳥島、火山名として、沖縄鳥島と称されたこともある。硫黄鳥島という名称は、1935年、昭和10年に、 木下亀城が表した論文などに見受けられ、それ以降この名称が広まったとされる。久米島北東沖に位置する鳥島、この島は、久米鳥島とも言われる、または、移住先の久米島、鳥島集落と区別するためだと思われる。琉球王朝時代において、泊まりのもとに設置された、白島取り方は、泊村、那覇市の泊と前島地区に、ほぼ相当するとともに、 医ト取島を管轄した。1879年、明治12年に沖縄県、1896年、明治29年に道県島尻郡に、1904年、明治37年に移住先の串子川紛り、1908年、明治41年に串川村の大技、医ト取島となり、一島で一時を構成する。2002年、 平成14年4月1日に、串川村は隣接する、中里村と合併し、久米島町となり、2015年、平成27年1月現在でも、伊王鳥島は東町に属する。伊王鳥島は、北西南東方向に伸びる細長い島で、長さは約3キロメートル、幅約1キロメートルに及ぶ。北側の洋岳火山帯には、島内最高峰の、方位、方位の山。 鳥のとこやぎの山ともと、イオうだけが、南端には、グスク火山帯の、前だけ、前、ガクともがそびえる。前頭の岩石のほとんどは、安山岩質で、侵食に弱い火山採雪岩で構成され、島の周囲は、発色により、海色垣に覆われている。東部の海岸から観察すると、様々な採雪物により島模様に見え、また、海岸の砂浜は、 かなり岩由来の黒色に帯びてい。グスク火山帯の中央にあるグスクと、島北西端に位置するふつや山は、地下から押し上げられた溶岩で形成された山である。またマグマが隙間に貫入してできた岩脈が、島南部に見受けられ、中には周囲が削られ岩脈が三角形状に露出した岩が存在する。島周辺の珊瑚礁は全体的に発達していない。 洋取島は北西の洋岳火山帯と南東のブスク火山帯の二つの火山により構成されている地質学で島全体は洋取島火山と呼ばれる火山噴火予知連絡会は火山活動度のランク付けを A から C の3段階評価で行い2007年平成19年末現在で洋取島はランク B に分類されている洋取島は九州の阿蘇山 桜島からトカラ列島へ続く霧島火山帯の最南端に属し、約数万年前の更新旅行期に火山活動を開始したと考えられる。硫黄岳火山は火山活動が活発で南西に向いた高さ約100メートルの崖から常時洋を含む噴気を上げ、外貨には乳白色に呈した加工湖が見られる。一方、グスク火山は硫黄岳と比較して、 火山活動は穏やかであるが、山体は島の3分の2を占める。二つの外林山と中央河口球を有する三重式の火山で、外側の外林山の直径は約 1.5km に及ぶ。以下の表に、伊王鳥島の噴火活動記録を示す。過去に幾度もなく噴火に伴う、荒廃、爆発明動や地震を引き起こしてきた。1903年、 明治三十六年に大明堂と地震により、異様採掘者を除く、島民全員が久米島へ移住。1959年、昭和三十四年にも噴火によって、全島民が、島外に移住している。そして1967年、昭和四十二年も噴火により出稼ぎ採掘員が、撤退し、それ以降は、無人島と化している。2015年、 平成27年に気象庁と第11管区海上法案本部が行った火山調査では、硫黄岳から少量の噴気が認められたが、グスク火山からは観測されなかった。硫黄鳥島のほとんどは火山採設物で構成されていることから、海底火山による噴出物の堆積により島が形成されたと考えられる。大陸との陸続きがなかったため、 動植物の種類は少ない。それらは、風や鳥、または流木などによって運ばれたか、人間の手によって持ち込まれたのが繁殖した可能性が高い。哺乳類に関しては、人為的に持ち込まれ、野生化したネズミとヤギが確認された。爬虫類は、小型のトカゲが発見されたのみで、また島内に、ハブは生息していない。鳥類は、石化のみが繁殖し、 他にクロサギとミサゴが飛来している。昆虫は、シジミチョウ、大型のアゲハチョウは確認されず、カタツムリ、アリ、クモの仲間が生息している。現在も、噴気活動しているヨウダケ火山には、植物がほとんど生育していないが、グスク火山全体は緑に覆われている。沖縄県では島内の実に分布する、マルバニッケイや、県内では生息域が限られているシャシャンボウなどの、 低木が生育している。硫黄だけ加工壁には、八丈すすきが群生しているのみである。集落後の平坦地には、すすきガイやなどが混成する草原が広がる。また人間により植え付けられた、琉球松と飼育アーサーが、さらにかつての島民が栽培したと思われるタバコも、見けられる。硫黄鳥島は、古くから硫黄の産地として知られ、名への貿易重要品目の一つであった。 1534年の地流九六には、伊王山、海東諸国記には、鳥島、女歩港の中山殿新読に、土里新馬と記されている。また、の著書に、伊王山、バジル、ホールの探検記には、伊王島と表記され、白煙を吹く伊王鳥島の挿絵が描かれている。島への定住時期は不明で、14世紀後半の殺到島以前と思われる。 1634年、昭法三年の昭法国絵図には、一人ありと記載され、この頃は、確実に島民は存在していた。1376年、後部九年に、中山を、サットが、伊王四千金を命へ進行したのが始まりで、多い時には一年で四石、合計七万金を調校した。伊王取島から採掘された伊王は、現在の那覇市の泊まりまで運搬れ、 草原寺の西に位置していた硫黄像に保管された。現行硫黄を約2から3万金を進行していたが、船の積載量不足により火星年間16世紀中頃に精錬硫黄に変更され、一万数千金にまで軽減し進行している。精錬作業は硫黄像と那覇港内の硫黄場で行われ、硫黄は那覇港に停泊していた進行船へ運搬された。 1609年に琉球へ侵攻した薩摩藩は、与論島以北の島々を領地としたが、中国との侵攻貿易を存続させるため、伊黄鳥島を琉球王国の領地として尊知した。その際、琉球と薩摩藩は、伊黄鳥島と与論島を交換する協定を結んだとされているが、桂白文は、薩摩藩は領地として島を獲得するのが目的でなく、 琉球の安定支配であり、交換説は、後世の創作ではないかと述べている。白字党のもとに設置された白党取り方の管轄となり、島民から選出された役人は、党内の効能管理と治安秩序の維持に努めた。毎年島民は、利用1万6千金とすり替え800枚の上納義務を課せられたが、代わりに、夫役免除と両前が支給された。 医王の上農工は1763年には1万金と、あるが他の資料には1万2千6 0 60金、もしくは2万金とすり替え800枚ともある。1666年に支給米が増量され、また1742年にノロの食料も倍増支給された。こうした優遇政策に惹かれた当該民が移住し、人口は増加した。しかし医王島は、 火山島で樹木がなく、水は天水に頼らざるを得なく、干ばつによる滑水に苦労した。1810年には、島民らが井戸を掘り当て、首里王府から温床を授かっている。琉球処分後の1882年、明治15年に発生した基金で、沖縄県は島民に、久米島への移住を推奨したが、提案は拒否された。そのため、廃藩治験後も行われた。 9枚支給を廃止し、大対策として、9枚3年分の下付近で島民を自活させようとした。しかし、近世中高期の101人、1878年、明治11年は508人、その25年後の1903年、明治36年には732人まで、人口は増加。その一方で島内の農作物の生産は追いつかず、 島民の生活はますます困窮した。そこで島民らは、異様の上納免除を政府に請願し、異様の売上で生活補助に充てるという対策を打ち出し、1888年、明治21年に受理され、日本で唯一の納税義務のない島となった。売上金は、島の共有金としての積み立てと、採掘従事者への賃金に割り当てられた。 移住以前における島民の生活は限界に達していた。硫黄採掘以外の産業は、干渉栽培と医科量が主で、基金に備えるための祖鉄が島の至るところに植え付けられていた。医者はおらず、学校もなく、島内で十分な治療や教育を受けられない状態であった。1903年、明治36年4月に、硫黄採掘工が爆発、日本政府。 沖縄県地震調査会らは、現地調査の結果より、島民に集団移住を最促した。島民の多数は賛成し、残りの反対者を説得させた後に開かれた、島民大会では、全会一致で移住を決定した。同年12月19日に345人、翌年の1904年、明治37年2月11日に、 伊療採掘員93人を除く203人を、伊療取島から引き上げ、当時の久米島ぐしか切まぎり大田の中パク、中止まり海岸付近に移住、取島という名の集落を新設した。当時の島尻郡長を務めた斉藤洋之助は、1904年、明治37年6月29日付に、移住の経緯を記した、取島移住報告書を知事に提出した。 久米島への移住後も42世帯が伊黄鳥島に再び入植した。戦前で使用された沖縄県内の石臼はすべて伊黄鳥島産であった。戦前には国策会社による伊黄採掘が行われ、人口は600人に達し、小中学校、診療所、役場も設置された。しかし、1959年、昭和34年の噴火により、 全島民21世帯85人は、那覇や久米島に移住、1967年、昭和42年も噴火により出稼ぎできたした、採掘員も撤退し、それ以降は完全な無人島となった。このような経緯から、伊王鳥島は、沖縄県に属する島で、得意な歴史を有する。伊王鳥島の周囲は、断崖で、かつての島民が設置した特定が、 島南部の東西領海岸に位置しているが、船舶が接岸できる港はない。大木2002年によると、東側の突堤は老朽化し、途中小さな橋家に乗り換えて上陸したという。集落跡が、グスク火山の中央下高級の南にあるが、草木が繁茂しているのみで、他に、雨水タンク、家屋の壁、硫黄を運搬する際に使用したトロッコのレール束が、残存しているという。 当民らは、久米島の5カ所ある移住候補地から選定し、審査結果より、串川川紛り大田村麻中パクの馬場及びその周辺に決定した。移住受け入れ先の串川川紛りの各村は、当民の移住を歓迎した。当地は、祖鉄やアダンが生い茂る荒野であったが、近隣住民が開拓し家屋を建築した。移住した児童91人は、 串川人上昇学校に編入され、増員に伴い、伊予取島から運搬された資材で、校舎は増築された。当集落に渡った島民らは、当初漁業に従事する者が多く、大正末期まで、カツオ漁業を行っていた。この時期より、取島集落の港に、那覇を往復する汽船に、家客運搬を行う天馬船が発着し始め、その国米島,島島内における、交通の要所として、 商店や旅館が立地、そして1969年、昭和44年に、同集落東海岸の埋め立て地に商業地域が形成された。1967年、昭和42年に、大田の一部から鳥島として大技が分離した。集落西に位置する七角七滝神社は、伊王鳥島の七つの歌木から採取した砂を壺に、納め、 それらを合祀し、毎年10記念日の2月11日に霊祭を行っている。当神社の境内には、伊予鳥島からの移住を記念した石文が、混流されている。鳥島集落の方言は、久米島や沖縄本島中南部で話される方言と異なり、徳の島の方言との共通点が多く、言語の島を形成している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。